アサリは、イハーコウ、マルスダレガイジョーカマルスダレガイカに属するニマイガイの一種。食用として、重要な貝の一つである。季語は、ミハル。講義には、アサリ族に属するニマイガイの総称で、日本でもアサリ以外にヒメアサリも、アサリと呼ぶ場合が多い。日本、朝鮮半島、台湾、フィリピンまで広く分布する。地中海、フランス、ハワイ諸島。 北アメリカの太平洋岸に移入されている。寄水状態を好み、生害は海岸の長艦帯から干潮線下10メートルほどまでの浅くて塩分の薄い砂あるいは砂底底に分布する。低質の先行は、違いは低質の泥率8%から30%、生害は砂質化で泥質20から30%、水中の有機物量の目安となる強熱原料。 6から 12%COD15 から45が目安とされている。違いは、泥分の少ない提出を好む。最大拡張6センチメートルほどになる2枚以外。貝殻の模様は、横島や様々な幾何学模様など、非常に変異に富み、色も黒無地、白黒、白茶、茶色無地、青無地、青白など多様で、同じ模様をした個体はいないほどである。ただし、 北海道の個体は大型で、貝殻には目立った模様がなく、一様に気褐色がかった色をしている。産卵によって増え、冬を除く、通年産卵をするが、産卵時期は春、秋が一般的である。産卵条件として親貝が10ヶ月以上で、水温が春は、摂氏19度から摂氏24度、秋は、摂氏23度から摂氏15度程度で、 かつ2 0ト、mm、ルから2 5ト、mm、ル以上の大きさ、そして肥満度が重要。通常産卵と環境の変化に伴う産卵があり、オスが水中に精子を放出することによって、メスが受精する。受精卵は10時間ほどで孵化し、浮遊要請となり、1日目2日目、暗墓期、フルグロウンき0 2ト、mm、ルを経て2から4週間で着定する。 着底直後の違いは、足糸を分泌して、砂礫等に付着し、成長とともに、足糸は退化する。その後、着底初期違い1から1.5ヶ月違い4から6ヶ月、違い8ヶ月から1年外、生涯1から2年以上と成長していくが、生涯の大きさは住む場所により大きく、違いが出る。着底場所は、地盤高が、 大潮間潮線から0.6から0.9メートル、流れが穏やかで下流の生じやすい、間出時間が2時間以内の砂あるいは、砂泥層が多く、着底してからの移動距離は小さく数メートル程度。また、浮遊養性が、植物プランクトンを餌にするのに対し、違い、生害は、軽藻類、デトリタス等を餌としている。一般的に岸寄りでは、餌不足のため、 貝が、団子状になり丸く貝殻も厚く、沖側では薄く平べったくなり、成長も早くなる。従って、沖側の個体は、貝殻が薄くなり、割れやすくなるが、その分肥満度も増し味も良好である。水温摂取25度を超えると成長速度が鈍化する。典型的な貝殻の色は、白、褐色、青色、黒色、黒,色黒緑色と、 多様な色彩と模様に富み見た目は大きく変化する。この色は AL と FE を含むタンパク質による二層構造の色素の濃淡と調色によって発現している。この色素の内青色は鉄を含む酸性タンパクで中性 PH 条件下で分子量1万程度のサブユニットが3個から4個解合した状態で存在していると分析されている。 アサリの味噌汁。日本や朝鮮半島南部では、古くから食用とされ、貝塚などから、数多くの貝殻が出土する。現在では、牛お汁、酒蒸し、味噌汁や合い物、しぐれ煮とするほか、ボンゴレスパゲッティや、クラムチャウダーの具などにも用いる。ビタミン B1 を破壊する酵素であるアノイリナーゼを、含むため、生食には向かないとの見方もあるが、伝統的に、 ポルトガルやチリなどでは生で賞味されている。貝殻の色が白黒、水色、茶色、紫色など、模様や色がはっきりしているものや、前述したように、沖側に生息する、薄く平べったいものが美味とされる。また、秋から、早春のアサリは、身が痩せ、品質が落ちるほか、デ地に生息する全体として黒っぽいものも、味が落ちるとされる。 着底後はほとんど移動しないという生態のため、解毒が蓄積されていることがあり、浜名湖アサリ解毒事件のようにアサリの解毒による集団食中毒事件も起こっている。アサリを殻ごと調理する前には下ごしらえとして砂出し、砂抜きをする必要がある。以下は殻ごと調理する場合の方法である。むき身で調理する場合は表面を水洗いするだけでよい。 効率的に砂出し、砂抜きをするためには海水を利用することが一番であるが、海水でなくとも、真水と食塩とによって作った濃度3.0%から3.5%程度の塩水を利用しても容易に砂出しすることが可能である。また、ザルを利用するとアサリが吐き出した砂を再び吸い込むことがない。必要な時間は、 一般的に夏場は2から3時間、冬場は8から12時間程度を要する。摂氏50度前後の湯につけることで短時間で砂出しすることが可能と言われている。また塩水にドウ糖を加えると旨味成分の琥珀酸が増加するという報告がある。保存が必要な場合には、数日間ならば冷蔵庫で保存し、長期間ならばから付けのまま冷凍保存すると良い。 冷凍保存したものを解凍する際は、電子レンジや煮沸などで手早く加熱することによって解凍する。アサリは、露化接触者であるため、水質浄化機能が期待できる。生害の露水量はおおよそ1個体で10リットル、2と多く、水質浄化と漁獲回復の双方を狙った、日型再生事業も少なくない。日本においては、 三河湾が一大産地となっており、愛知県は2004年より漁獲量日本一となっている。1960年代は全国で年間約10万トンの漁獲量があったが、1980年代の14万トンを頂点として減少し1994年には5万トン、2009年には2万トン以下まで減少した。減少の原因は乱獲や、 生息域の埋め立てなどの他に、不栄養化や水質汚染に伴う環境悪化、ナルトビエや冷たがいなどによる食害、輸入違いを原因とするパーキンサス原虫の感染に伴う繁殖力の低下などの可能性が指摘されている。2017年以降は国内での漁獲口は1万トンを下回っており、国内での需要の大部分は 年間3万から4万トン台の輸入により、賄われている。データ出所漁獲港令和元年漁業、養殖業、生産統計全国統計年次別統計漁、種別漁獲量アサリ類輸入量、財務省貿易統計による、生きているアサリ、0307から7 1 3 2 e 0 2012年以後北海道など限られた水域を除く多くの産地で、 自然個体群の再生産が急速に悪化し、前述の通り漁獲量が激減してきている。2001年にはそのことに危機感を抱く、水産学者や海洋生物学者らによって、日本ベントス学会全国大会にて、今、アサリが危ないとのシンポジウムも開かれるに至った。アサリ漁場の回復のため、人工費型の増成や、角度、副作事業、 貧酸素水解対策なども行われている。また、北朝鮮や韓国並びに中国などからの輸入品が直接販売されたり、これらの輸入品をかつての大産地の漁協が購入して、干潟や浅瀬に蓄養し、日本産として再漁獲して販売することが多くなってきている。また、無気の冷凍品の形でも流通する。なお、北朝鮮に拉致された。 日本人を救出するための全国協議会は日本が輸入するアサリの65%余りが北朝鮮産であり経済制裁に効果ありと捉え不買運動を積極的に行っている改正された油蓄損害賠償保障法の影響により日本の港に来港する北朝鮮船籍の船が減ったこともあり統計上は輸入量が激減しているが 蓄養用による合法的な産地偽造、または中国産と偽る非合法な偽装などが行われているかは不明。すでにいくつかの業者が産地偽装の罪で摘発されている。2016年10月14日以降は北朝鮮からの輸入が全面的に禁止になったため合法的な輸入はない。1990年代後半からはアサリの天敵である。 アネッタイ産のナルトビエが海水温の上昇で、瀬戸内海や有明海,海でも生息数を増やしており、アサリの産地で有名な大分県、福岡県、山口県、岡山県を中心に深刻な被害をもたらしている。特に壊滅的な被害を受けている大分県中津市では定期的にナルトビエへのくじを行うなどし、県からの補助金で違いの放流を増やすなどして、 産地復活に力を入れている。人工増殖種苗を自然水域に放流した養殖や、有給車エビ養殖地の利用研究のほか、違いを網に入れ吊り下げての技術が開発され養殖が行われている。2012年度から、世界自然保護基金などが、環境配慮型の養殖を認証する制度を設けるに、あたり、ヤンマー等が、 国内認証第1号を目指す働きかけを行っている。また、大分県内で卵から孵化させた違いを全国に出荷することにより、日本固有種のアサリを保護すると同時に、純国内産のアサリを市場に普及させることが期待されている。毒性物質を蓄積した有毒渦弁モーモなどのプランクトンが分布する水域で育ったアサリを、 必食すると解毒により食中毒を起こすことがある。日本では行政により定期的に毒性の有無が監視され公表されている。有毒化した場合には最終禁止措置が取られる。したがって商業的に流通するアサリで食中毒を起こすことはない。アサリによる大規模な食中毒事例は 1940年代に中毒者334名死者144名を発生させた事件が浜名湖であった。また、明治時代の神奈川県長井でも発生したとされる。いずれもマルスダレい,いか、ありがとうございます。